ニアです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。今回の企画はアリアのお悩み相談室です。事前にスタッフさんが集めてくれた視聴者さんのお悩みをアリアが答えていくという企画です。それでは早速いきましょう。せーの、どうぞ。じゃあ集めてもらったあの質問を答えていきたいと思います。多分これはインスタで集めたのかな。じゃあまず、ニキビができやすい、髪の毛がパサパサで状態が悪い。なるほど。まずニキビができやすいに関してはスキンケアかな。なんかスキンケアを一度なんか見直してもいいかもしれない。あとは食生活かな。髪の毛がパサパサで状態が悪いはアリアもなんか実際にねパサパサなんだけど、ドライヤーを絶対すること。半乾きとかで、ね、寝ると余計パサパサに悪くなるから、ちゃんとドライヤーをすることですね。はい、じゃあ第2問目、自分磨きを始めたいんですけど何すればいいですかね。そうだね、例えばちょっといいヘアトリートメントを使って髪の毛をツルンツルンサラサラにしてみたりとか、メイクを始めたりするとすごい多分垢抜けとかすると思う。でも自分磨きだからね、パックとか使うとか、今まで高くて買えなかったけど買ってみてなんか1週間に1回とか使うとか、それでも多分結構変わると思います。じゃあ3個目、痩せたいけどお菓子食べちゃうんですよね、どうしたらいいですか。あー、そうだね、アリアもお菓子食べちゃうけど、そのお菓子をフルーツに変えるとか、あとはなんだろう、1週間に1回好きなお菓子食べていいとか、もうずっと食べちゃダメにとなったら、そのあーもう食べちゃおうっていう、ね、日がね多分来ると思うので、3日に1回とか1週間に1回好きなお菓子食べていいよっていう日を作ったらいいと思います。じゃあ次4個目、白のビステンの合わせ方がわからないです、かっこビステンの中とボトムス教えてください。なんだろう、白だからモノクロにして、その中を黒にして下も黒にしても可愛いし、デニムとか合わせても可愛いかもしれない。その系統によるんだけどね、ロングスカートとか似合いそう。白だったら何でも色合うと思う。でも春らしくするならちょっと淡い感じの色、ターコイズブルーの淡い感じとか入れてみても可愛いかもしれない。はい、では5問目、授業で寝ちゃいます、どうしたら起きていられますか。アリアもね結構授業でうとうとしたりするんだけど、なんか特になんだろう、話し方がゆっくりな人とか、あの先生でねめっちゃ眠たくなる。でもなんだろう、常に先生に見られてる意識を持つことかな。その先生に怒られたら怖いっていう意識を持ったら多分寝ないかもしれない。じゃあ次6問目、着回しができなくて同じコーデばかりにしちゃいます、どうしたら着回しが上手くなりますか。おー、なるほど。まあ物によるんだけど、いろんなものを選んでみる、いろんな形いろんな色を選んでみて、一回この形を使ったら次は違う形を使ったりとか、違う色を使ったりとか、あ、系統を変えていくとかでもいいかもしれない。いろんな系統を組み合わせたりするのもいいと思います。じゃあ次7個目、テストの点数が悪すぎます。あ、それはアリアもなんですよね。いやもう本当にテストの点数が悪すぎて、てかもうね、来週テストなんだけど全く宿題をしていません。どうしましょう。テストの点数はアリアの方が悪いと思うので、みんなの方が賢いと思う多分。じゃあ8個目、推しにアピールしきれないことです。推し、いろんな多分アイドルとかいろんな推しいると思うんですけど、アイコンを毎回変えないこと、あとはなんか分かりにくいアイコンだったら多分覚えれないかもしれないから、分かりやすいアイコンにしてみたりとか、いろんな配信とかに顔を出したりしていっぱいコメントをしたりとか、と自分の名前を何々です、何々ですって言ったりとか、なんかね難しい名前だと分かりにくいと思うので、自分のアイコンの横に名前出るじゃん、その名前も簡単な名前にすると多分覚えてもらえると思うし、アピールも多分できてると思う気がする。じゃあ9個目、肌荒れが治らないです。アリアも肌荒れがね結構あったりするんですけど、そうだね、肌荒れ治らないのは辛いよね。油物をちょっと控えたりするとか、とビタミンを取ることだね、やっぱフルーツを取るとか、ビタミンの薬を飲むとかすると多分肌荒れも良くなると思うし、あとあれだ、摩擦、そうだ、
なんかテレビで言ってたんだけど、摩擦は肌に悪いらしいから、コットンでさ、ちょっとあんまり擦りすぎないようにするとかがいいと思います。はい、じゃあ次の質問いきます。スキンケアには何を使っていますか？スキンケアは化粧水は美顔水と、乳液はあのモモプリのやつを使っています。なんかニキビとかできた時はオロナインを塗っています。そのポイントにね。じゃあ次の質問、みんなみたいに可愛くなれる方法を教えてほしい。なんだろう、毎日鏡を見るでも多分ほとんどの人が毎日鏡見てると思うんだけど、その鏡を見てちゃんと自分のコンプレックスを知るとかかな。アリアみたいに鼻が団子鼻だったりとかしたら、そのメイクとかでノーズシャドウを入れたりだとか、自分のコンプレックスを知ることでそれを改善できるから、もっと可愛くなれると思いますあんまよくわかんないけどね。そうだね、以上ですね。11問質問に答えました。はい、ではアリアのお悩み相談室どうでしたか？めったにこういうお悩みとか答える場面がなかったから、結構答えれてよかったです。こういうの答えるのとか苦手だから、ちょっとあんまり参考にならなかったかもしれないんですけど、皆さんいろんな質問を送ってくださいね答えれる範囲だったら全然答えれるので。ではこれにてお悩み相談室は解散もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。バイバーイ。